はい、皆さんこんにちは。お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日は、今高課長がお話がありましたように発表案件が2つございますので、その1つごとに、お話を聞いてご質問を受けたいと思っております。まず最初お手元資料を言っておりますよね。発表案件の1つ目でございますが、京都市特別顧問の任用についてご説明を申し上げたいと思います。今般の5月近い前般の、市長総括でもお話を申し上げましたが、7月1日から5名の方々に京都市特別顧問としてその方々を任用し、重要政策の推進にご協力いただくことにいたしました。資料1ページ目ご覧ください。今回特別顧問を設置した目的でございますが、私が目指す突き抜ける世界都市京都の実現に向けては、市役所外の専門的な知見を有する方々と積極的に共同し、私自身もそうですが市役所全体が政策に磨きをかけていくことがとても重要だと考えています。本市ではこれまでも、例えば企業誘致、DX 推進など民間企業でご活動をいただいている方々に成長戦略推進アドバイザーとしてご協力いただき、専門的かつ先進的な知見を生かしてまいりました。また、私が市長に就任して以降第一線で活躍しておられる外部の方々と職員との対話の機会も大きく増加するなど、職員が多様な知見を取り入れて課題解決に取り組む機運が広がりつつございます。こうした取り組みに加えてこれからの都市経営や重要政策の推進等についてご助言をいただくため、私がこれまでの自分の人生の中で関わらせていただいた中で各分野において特に卓越した見識をお持ちと私が考える方々に特別顧問としてご協力いただき、本市の特色と魅力を生かしたまちづくりをより一層進めたいと考えております。同時に職員の中長期的な育成や組織風土の改革にもつなげてまいりたいと考えております。続いて2ページ目をご覧ください。特別顧問としてご協力いただく方々をご紹介をさせていただきます。本市の重要政策を推進する上で、私自身がこれまで関わらせていただき、その取り組みやお考え方に、お考えのに共感した各分野の第一人者の方々の中から5名にお願いいたしました。出てますかね。5名の方、それぞれが幅広い、ご見識、そして人格も含めてですね、私が信頼する方々でございますが、主にご担当いただく分野について、表記させていただいております。内閣官房参与を現にお務めで、元首相補佐官、首相秘書官としてご活躍いただいた今江隆也様には、文化指導を支える強い経済の復活という観点から、主に経済産業分野をご担当いただきたいと思っております。次に、元内閣官房内閣人事局人事政策統括官の上田博様には、本市の財政、人事制度など、地方行政の幅広い分野をご担当いただきたいと考えております。その次、京都大学、人と社会の未来研究院教授の内田由紀子様には、心身とも良好で満たされた状態であるという意味、ウェルビーイングの観点から、本市の政策全般について、ご助言をいただきたいと考えております。その次、元文部科学大臣補佐官の鈴木寛様には、主に教育や公共政策の分野においてご助言をいただきたいと考えております。最後に、劇作家、演出家の平田織座様には、魅力のある文化史と京都の実現に向けて、主に文化芸術分野、あるいは法制社会の在り方についてご担当いただくことにいたしております。任命者のご略歴等については、3ページ以降に付しておりますので、ご覧いただければと思います。なお、ここで特記する方が2人いらっしゃいまして、これまで専門委員として市政にご協力いただいている山際十一先生、そして今はですね、京都コンサートホール館長を務めの鷲田清和先生、
このお二人は特に私がその執権尊敬申し上げる方でありまして、現に今京都市の職をお務めいただいてますので、新たに特別顧問という発令はいたしませんけれど、文化を基軸としたまちづくりや生物多様性などの専門分野にとどまらず、市政の幅広い分野においてご助言いただきたいと思っております。さらに冒頭申し上げました成長戦略推進アドバイザーの方々も非常に若くて、先進的なお考えをお持ちなので、この方々にもご協力をいただいてですね、なんとかこの市民の皆さんが、突き抜ける世界都市京都ということで、市政に非常に期待を持てる、そして若くする町京都の実現に向けて、いろんなアドバイスをいただいていきたいと思っております。私から最初の発表案件1に関しては以上でございます。では続きまして、発表案件の2つ目に移らせていただきます。世界遺産本利休二条城本丸御殿の公開について申し上げます。年間200万人近い入場者数を含む本利休二条城ですが、その二条城が世界文化遺産に、古都京都の文化財として記載されてからちょうど30年になる今年ですが、本丸御殿の公開が始まり、さらなる魅力を体感いただきます。本日はその内容について発表いたします。まず保存修理を終えた本丸御殿をいよいよ今年9月から18年ぶりに公開させていただきます。そして市民の皆様には公開に先立って内覧会を開催させていただきます。以降本丸御殿の見どころをご紹介申し上げます。本丸御殿は江戸時代から近代の宮廷文化を伝える貴重な建物です。現在の本丸御殿は明治天皇の命によって桂宮家の御殿の主要部分を移築したもので、江戸時代の宮家の御殿でこれほどの規模を残しているものは他にはなくて、重要文化財に指定されております。大正天皇や昭和天皇が皇太子時代に宿泊所として使用されていた建物でもございます。本丸御殿は阪神・淡路大震災の際に建物に歪みが生じたため公開を中止し、平成29年度から約15億7000万円をかけて耐震補強や障壁画の修理等の保存修理工事を行い、昨年度工事が完了をいたしました。御殿内には耐震補強の鉄骨柱や構造壁を設置しております。また障壁画や、照明の修理を行っております。見どころの一つ目は宮家にふさわしい格式ある空間です。豪天井や金箔張りの御書院一の間のほか、桂離宮に通じる万字崩しのデザインの欄間など、桂宮家としてのつながりを感じさせるものになってございます。本丸御殿の一番の見どころは237名あります、障壁画の原画であります。狩野英楽をはじめとした江戸時代後期に京都で活躍したさまざまな流派の絵師によって描かれた障壁画は、本当に美しく、私も先月末に実物をちょっと拝見させていただいたんですが、歴史的価値を感じられさせるものであります。版木を使って模様を刷った唐紙や近代の宮廷文化を伝えるシャンデリアも魅力の一つであります。ここで歴代天皇のエピソードをご紹介しますと、明治天皇は本丸御殿からの眺望を非常にお喜びになられ、本丸庭園の策定を指示されました。大正天皇は皇太子時代に約10回も滞在され、新婚旅行でも宿泊されています。昭和天皇もやはり皇太子時代に約10回滞在され、二条城周辺に飛ばされた飛行機を庭園からご覧になられました。これら当時の様子を想像しながらご覧いただくと、より一層本丸御殿の魅力、歴史的な価値というのを体感いただけるのではないかと思います。本丸御殿は9月1日から公開を開始いたします。ゆったりとスムーズに観覧していただくため、事前予約、時間指定制で15人程度ずつの少人数観覧になってございます。チケットはウェブチケットを二条城のホームページより購入していただきます。観覧料金は一般1000円、中高生300円、小学生200円という料金設定をしております。京都市民の皆様には、市民限定の年間パスポートをこれまでの金額に据え置いて、本丸御殿もご覧いただけるようになっております。観覧ルートは玄関から入り、ガイダンスルームで本丸御殿の魅力を伝える映像をご覧いただき、御書院、お常御殿、台所および岩の間の順にご覧いただきます。非公開のエリアも含めた公式ガイドツアーや、マイスの利用等についても検討中であり、一般観覧の状況を踏まえて適切な方法で実施してまいります。9月の公開に先立ちまして、
京都市民の皆様を対象といたしました内覧会を開催したいと思います。開催期間は8月の8日から22日の15日間で、入場料本丸御殿と二の丸御殿の観覧料ともに無料とさせていただきます。申し込みは6月18日から開始いたしましたので、ぜひ多くの方々にお申し込みいただきたいと思っております。二条城は徳川家康による築城、大政奉還の舞台等の武家文化の歴史だけではなくて、今回の本丸御殿に代表されるように、皇帝の皇室の別邸であった離宮時代、大正天皇の即位の大典等、さまざまな歴史や背景を持った貴重な文化施設でございます。将軍の御殿であるあった二の丸御殿が観覧のメインでしたが、優美で繊細な三宅住宅である本丸御殿を公開できるようになったことで、これまでよりもさらに深く広く二条城の多彩な魅力を感じていただけるのではないかと考えております。今後も文化財の保存と活用の調和の取れた公開を目指すとともに、京都の文化の魅力を全国そして世界へと発信していきたいと考えております。私からは以上です。